不正行きチャンネル。皆さんこんにちは、不正行きチャンネルの布施とゆきです。お願いします。今回は出産費用総額発表でーす。イエーイ。イエーイなのかな。まあイエーイで、イエーイだ。まあ実際に自分たちもどんぐらいかかるんだろうってすごい気になったので、うん、なんか幅すごくない？あ、すごい。ネットで見るとさ、東京都で100万とかさ、そうネットにさ載ってるのあるけどさ、結局いくらかかるみたいなのが分かんなかった、うん、何万からなんだよね。あ、そう結局いくらかかるのっていうのをね、今回お話ししたいなと思います。じゃあ、うん、早速ズバリ今回私がかかった費用、はいはい、私は、うん、初産、はい、助かります。計画無痛分娩、はい、で私立病院で個人病院、個人クリニックみたいな、クリニックみたいなところで、分娩をしました。はい、で4泊5日の入院、はい、入院です。で総額は、はい、ドゥルル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 70万くらい。なるほど。で国からの補助が今50万出るので、なるほど、実質自分たちが払ったのは19万270円になります。ああ、そう思ったらまあいいね。ああ、まあそうか、確かに全然いいね。 ありがとうございます。ああ、よかった。でも多分高い方だとどうだろう、東京の個人クリニックが多分一番高いかな、分かんないけど、ね、なんか100万とかもあったよね。まあちょっと高い方かなと思ったけど、まあ割と良かったかな、うん、よかったって感じです。でそれの内訳を話していきたいんですけど、うん、あれだね、計画無痛分娩で、うん、あの個室にしたんですけど、私たち、うんうんうん、個室を選んだら63万5千円からなんですよ。ああ、なるほどなるほど。なんでプラス6万くらいになったって感じです。って思っといたらいいかな。じゃあそのウェブサイトとかって言われてるのからプラス6万くらい、まあ10万くらいかな、うん、見ておけば間違いない、間違いないかなって感じですね。はい、で内訳ですね、そのなんでそんなにあるのかっていう、確かに。はい、心当たりがあります。はい、何ですか。あの動画出てると思うんだけど、うん、お祝い膳、あー、はい、コース料理みたいな、はいはいはい、食べました私。はい、それは家族のお祝い膳は4000円です。おー、はい、かかってます。いいな、私は意外と、あー、私は込み込みか、私は込み込みの値段なんで。ね、いいよね、めっちゃ美味しかったよね。めっちゃ美味しかった、すごい。コース料理美味しかったです。はい、まず分娩料ですね、これが一番高い。産む内で、そうそれが40万5千円です。ああ、なるほど。はい、でこれの分娩料は普通自然分娩だと35万で、計画無痛だとプラス5万5千円です。なるほどなるほど。はい、なのでそういうことね、うん、プラス5万で計画無痛できるの。そう絶対やった方がよくて。めっちゃいいね。そうね、安いよね、うん、そうなんです。まあ、院によって違うのかもしれないけどね。そうだね、確かに初めに言ってたさ、公立の病院だと、うんうん、プラス10万だった気がする。そうだ、そんなこと言われてたよね、うん、まあ、それによって違うのかな。まあ、もともとの設定があって、しかもここめっちゃ無痛してるからさ、うんうんうん、そんな差をつけたらさ多分確かに確かにっていう感じなのかなと思います。結構その病院によっては無痛、あの値段変わらないとこもある。え、そうなんだ。そう面白いよね。面白いねっていう感じです。はい、うんうん、それが分娩料で、なるほど。でその他に入院料がありますね、うんうん、はい、入院料は1日5000円なので5日間なので2万5000円で、なるほど、なんですけど私は個室を選んだので個室だとプラス1万、あ、はい、なので1万5000円かける5で7万5000円ですね、うんうんうん、ですね。いやでも、まあ、個室の方がいいですね。うん、あのおしゃべりとかもねできなかったもんね、うん、大部屋だったら。そうだよね、し想像つかないけどさ、うん、その周りの子が泣いたらさ、自分も寝れなかったりさ、ストレスやばそうって思う。個室がいいかなと。よかったね、うん、思いますね。であとはあの新生児保育料とかがあります。それが1日1万2000円かかってて、かける5日間の6万円ですね。なるほど。まあ、絶対必ず見てもらうんですけど毎日、うんうんうん、あのなんか測定とかしたり、はい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 、その保育料として1万2000円取られてますね。なるほど。まあ預かってもらえたりもするんだよね。あ、そうですね。いう感じで、なるほど。まあそれはちゃんとお金払った方がいい。うん、とあとは新生児の検査料、うん、薬とかですね。とあとは聴力検査ですね。これが新生児系のかかってるお金です。うん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 、はい。で、もう一個が検査薬剤料。これはなんか妊婦検診の検査と似たようなさ、ノンストレステストとかを出産の時もやるっていうか、
かかってるよね。それのお金もかかってて、分娩中にいろいろやってもらわないと。そう処置料ですね。なるほどね。とかあと薬、あのロキソニン傷のをもらったりとかっていうのの検査とか薬剤料が 22,270 円です。そんぐらいですね。なるほど。あとは処置料、胎盤処置料とか、これだからみんなかかってくるのかな、が16,000円かかってます。処置、いろんな処置。なるほど。全部処置だけどね。まあそうだね。分娩には入ってないんだ。それ赤ちゃんまでだから。難しいね。うん、処置料が入ってます。へえ、なるほど。あとは産科医療保障制度っていうのが12,000円、これも多分全員かかるのかな。で、その他、これが多分うちの病院はちょっと高かった、高いというか、そのお産セットとかめっちゃもらったやん。あ、でその他料、それが88,800円ですね。あ、なるほどね。はい、そこにお祝い膳とかも含まれるんですけど、あの分娩セットほぼなんか手ぶらでよかったので、そういったお産とかそういう、確かに確かに、系のやつでかかってますね、それぐらい。という感じです。で合計70万になってます。なるほど。公立病院だと55万とかの、55万からってことだから60万くらいなのかなっていう感じかな。あれだよね、あの国から50万くらい負担してもらえるから、自己負担額で言ったら倍ぐらいになっちゃうのか、個人クリニックにすることで。ああ、そうだね、そうだね。公立だと10万、確かに、私立だと20万くらいなのかなって、みたいな目安かな、はい、ってですね。へえ、勉強になります。はい、っていう感じでした。っていう感じでした。まあでもやっぱりさ、あのいっちゃ安いのは公立で大部屋で痛みあり。だと思うんだけど、だ言ったならば俺らは一応モリモリプランになるのかな。あ、そうだね、確かにね、うん、やっぱここでさ疲れると後々響くからさ、全然院とか経営してないんですけど、おすすめはやっぱり無痛だし、そうだね、個室だしっていうのがいいかなと。公立病院もそう、無痛結構やってるとか、逆に公立病院の方が、総合病院の方が無痛やってるんですけど、時間が限られたとか休日とかは無理みたいなのがあって、それが結構難しいところだよね。そうね。そう、僕らは転院した途中から医院を変えたんですけど、その理由も40週0日しかなくて、ドンピシャでね。そうで、そこで計画無痛ができますじゃあそこまでの日に来ちゃったらもう自然分娩で、もうちょっと早かったらよかったけどね。39週とかならまだよかったんですけど、ね、周りの人がね、いろいろ話聞くと、40週までに生まれた人が多くて、そうそう、39週に生まれた人が多くて、で初産だしね、しかも初産でって人が多くて、そうかってなってね、変えましたね。でもよかった、よかったね、結果、本当に本当に本当によかった。立ち会いもできたし、そうだ ね、お祝い膳とかさ、あの普通のご飯もめっちゃ豪華で美味しくて、あとマッサージとかも受けれた、アロママッサージとかもあって、いいじゃん、いいじゃん、めっちゃね、モリモリの、そうすごいありがたかったです。いやでも本当に大仕事の後だからさ、いたわれるだけいたわられた方がいい、それは。ね、そうだと思う。すごい良かったですね。ちゃんとね、気分を上げていかないと。そうだよね、嫌な思い出になったら嫌だよね。そうそう、だからお金しか食わせてもらえみたいな。辛いもんね。そんなわけないと思うし。ちゃんと美味しいものを食べるんだったらいい。そうだね。ご褒美というかさ。すごい良かったです。そう、だから退院後、退院の時さ、体重変わってなかったよ、出産あの産む前と。3キロ落としたはずやのに、ご飯美味しすぎて、しかもおやつとかも出て、あ、出てたね、毎日3時のおやつ出て、そうじゃ、ちょっとね、朝昼晩がすごい豪華なご飯出て、かつ3時のおやつ出てから、プラス3キロ太ったんだろうね、多分。そうだね。で、動けないからね、その期間ってね。でしたね。確かに、いや、めっちゃ LINE 来て、俺は嬉しかったよ。食べる前と完食しました写真がいっぱい食べてんなと思って、微笑ましかった。美味しかったです。はい、そんな感じの、楽しかったですね。そうだね、いい思い出になってる。あとあれか、一個要望をするのが、ずっと伏せちゃんが、あの部屋に入れたらいいなって感じでね。毎回帰んなきゃダメだったからね。そうそう、面会時間が決まってて、病院によってはずっと入れますよとか、一緒に泊まれますよとかあるみたいなんですけど、それぐらいかな、もし次。ああ、そうだね、また同じとこでもいいけど、遠いからね。そう、
違うかな。でも本当にもし次ね、あの授かったらどうするって思う。え、ね、どないよね。2年、2、3年ぐらいで新しい人ができてくれないとねって思ってます。はい、はい、そうですね。でさ、幸いさ、俺ら両方会社からさ、うん、出産祝い金みたいなのご祝儀というのかな、いただけることになったからさ、うん、結果黒字になったね。あ、そうだね。うん、スーちゃんとかがすごすぎる。うちが大盤振る舞いしてくれて黒字になりましたね。しさ、あの出産祝いをさ、両親からもらったやん。そうだね、もうプラスだよね、あの、まあ、黒字。まあ、確かに黒字になりました。ありがたいことに黒字です、はい、まあでもね、あのこっからこの子にたくさんそうだね、お金かかるからね、節約しながら頑張っていきましょう。はい、と思います。はい、ということで、うん、今日も動画見てくれてありがとうございました。意外と高いなと思った人はグッドボタンとチャンネル登録、意外と安いなと思った人もグッドボタンとチャンネル登録とコメントコメントお待ちしております。バイバーイ。何も思わなかった人はやらないんだ。何も思わなかった人、そう、無だった人だけやらない